ジュールー・ジェー・ヌルヌブは、フランスの画家。歴史画や宗教画を得意とした。本名は、ジュールー・ジェー・ヌルヌブ・ブサロック・ドラフォン。アンジェの美術学校で、ジャン・ミシル・メルシエに、その後パリで、パリ国立高等美術学校エコールでボザールに、入学し、フランスワイド・アール・ピコに支持した。ローマ大賞を受賞して、ローマに留学し、学業を得た。オルセイ美術館にあるオペラ座天井画の無者巨大な、 カンバスに描かれた歴史的風景で名を挙げ、とりわけ、パリオペラ座の天井画や、アンジェの劇場の天井画が名高い。1873年から1878年まで、ザイローマ・フランスアカデミーの校長に就任した。没後2年目の1900年、プティパレ美術館の中庭に、ルヌブーの記念碑が設置され、アンジェの歩行者専用街路に、ルヌブーの名が付けられた。 1862年にレジオンドヌール勲章を受勲し、1876年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。